被害者が監禁されていたアパートカレンイ労働、ハローキティ殺人事件は1999年に香港のナイトクラブで働いていた妊娠中の女性がチムシーヤッツィのアパートに誘拐、監禁され拷問の末死亡した事件である。被害者は当時23歳のナイトクラブの障害役の女性で、1997年に祖母の医薬費を調達するため、 本引きの頭であった被告から数千元相当の香港ドルとその他の財物を受け取った。三人の男は女性に借金の返済を強く求め、妊娠した後でも依然として客を取らせるなどしていたが、被害者は返済する力がないと知って腹を立て、事務所やっつカレンイ労働のアパートに監禁した。被害者は1ヶ月にわたる暴行、拷問の末に死亡した。男は、 被害者の死亡を確認すると、死体をバラバラにすることに決め、男らは死体を浴槽で解体し、プラスチック製の袋に入れるなどして捨てたほか、頭部をストーブで煮た後ハローキティ人形の頭に詰めて、縫合した。事件から2ヶ月後、男のガールフレンドだった少女が、幽霊に疲れるという絶え間ない夢を見ていると女児院で、話したことから1999年5月24日に、 警察に通報され事件が発覚した。5月26日、少女を伴って警察が捜査を開始、法医学者により人形の中から被害者の頭部が発見されたが、煮沸されていたため DNA 鑑定を行うことが不可能だった。警察側はすぐに男らを追跡し、5月27日に一人を青い言霊養村の潜伏先で逮捕、一人は自主的に出頭。 もう一人は中国構成に逃れたが偶然警察に発見され逮捕された。2000年10月9日、香港高等法院が開け審し、翌日香港のいくつかの新聞のトップニュースとなった。3人の被告は殺人、死体遺棄などで告訴された。警察は初期調査で証拠が足りず、少女の供述を足して3人の罪名を殺人として告訴した。 三人は死体遺棄を認める一方で殺人については否認し、お互いに責任をなすりつけ合い、特に他の二人はもう一人の男の指示で動いていただけだと主張した。2000年12月6日、6名による陪審団は証拠不十分により、被告に殺人ではなく誤殺の罪状が認められるとした。法官の玄窟道は最も厳しい刑罰を下すことを決定し、三人に 終身刑の判決を下した。久も道は原刑の申請には少なくとも20年の服役が必要とし、近年このような残忍、変質的、堕落、暴力、冷淡凶暴残虐な事件を聞いたことはなく、このような手法で他人に危害を加えることは、近じでもあり得ない。と事件を形容した。判決後、 三被告は直ちに上告したが二被告については、棄却され、一名についてのみ認められた。この被告については、被害者が死亡する1日前から現場に居合わせなかったことから、古殺については誤りであるとされ、2004年3月、上告法廷の法官公、唐により禁錮18年に減刑された。監禁と死体遺棄については上告されていないため、罪名はそのまま残っている。 被害者の頭蓋骨は、実験中で、唯一の物的証拠で、上層心が終わった後、2004年3月に、家族の元に戻され、3月26日に火葬に、された。遺廃は、園芸学部員、洋ラ堂に安置されている。被害者には1998年に生まれた息子が一人、おり、息子は、その後カナダに移住した。この事件は2000年に、映画、新、 八千飯店の人肉まんじゅう、2001年に映画人肉版三回、テレビドラマ人頭交互等に取り上げられた。2003年、この事件は1982年の甘よと夫、1974年の宝馬地神、構造かばね案、1992年から1993年のトンモン式マ案に次いで、香港で最もセンセーショナルな事件の第4位とされた。 ありがとうございます。